平久間の里百姓天国、本日は2020年12月1日、入りましたね、12月ね。はい、12月1日、12月ですけど、全然ね、今日もあったかいですね。さあ、第1週の火曜日ね、収穫出荷日、なわけですけどもね、よいしょ。そうそういうことで、野菜の収穫をせんといかんわけですけれども、よし、まずは何からいきますか、これね、聖護院からいきますか。今日はね、隣青首のもう2発目、2本目ができてきて、まあ青首がずっとついてますからね、ちょっと違う、出しましょうかって感じですけども、はい、葉っぱ付きで、この聖護、ほら、この大きさですね、この大きさですから、葉っぱ付きで出しますかね、もったいないですからね。はい、もう出来上がってますね。ちょっとでかいからあれですわな、密植なのでね、割とね、本数はあると思うんですけど、まあ割とね、密植するとアブラムシつきやすいですけどもね、アブラムシがつく原因は乾きとね、乾いてるとつきやすいですから、よいしょ。この大きさだと2個かなね、よいしょ。よいしょよいしょ。ちょっとね、青木植え大根が続いてますから、ちょっとね、これでアクセントをつけましょうという作戦ですね。どうしても密植にするとね、外側は大きくなるけど、中がちょっとね、こうやってね、まあでも大小組み合わせることができますから、はい、よいしょ。あー、でかい、でかすぎって感じですよね。これだとちょっと葉っぱ落とした方がいいかな。難しいところですね。どこまでどうっていうのはね。葉っぱをある程度つけてあげたいですけどもね。本当はね、葉っぱつけて出したいですけど。こんな感じですか。よいしょ。えらい、また、大小ね。大小えらい。バラつきあるな。どうしますかこれ、葉っぱね。まあ入れるときにね、邪魔っちゃあるんですけど、あんまり大きすぎてもね、難しい判断ですねこれね、っていう感じですな。よいしょ、難しいと判断ですねこれは。よいしょ、よいしょ。しかし全然寒くなりませんよね。弱ったもんですこれ。よし、でかいからコンテナがあっという間に埋まってしまいますね。葉っぱつけすぎてもね、見栄えはいいですけど、実際にはね、お客さんね、割と葉っぱはね、食べたいっていう人もいれば、いらないよっていう人もおられますんでね、難しいところです。
でも葉っぱつければね、ちょっと他の葉物をね、そんなに無理っくり入れる必要がないので、楽といえば楽なんですけど。ね、この辺をどうするかですな。あったかいからね、ちょっとアブラムシがつき気味ですよね。へい。よいしょと。よいしょ。意外とね、千枚漬けというかね、漬物系が意外と美味ですよね。しょぼいね。ちょっとやっぱり株間が狭かった感じしますね。これだと真ん中が太らないですね。ただまあそんなにね、大きいのを作ってもしょうがないっていうのはあるんですけどね、これぐらいがいいのかな。ね、12月入りましたけど全然島が降りる気配がないですよね。大根の葉っぱがね、味噌汁に入れると多分一番美味しいと思うんですけどね。うちは葉大根割と作るんですけど、まあ何回も言いますけど、ここ耕作放棄地ね、1年目ですからね。まあ大根、特に将軍は割とね作りやすいですよね。将軍もね2種類あります。早太り将軍と、なんだっけ、遠立ちが遅いっていうね、名前なんてちょっと忘れしましたけど、その2種類を組み合わせるとね、秋口ね、うちはこの聖護院、この早太り聖護院からね、だいたい毎年ねスタートするんですよね。だから早太り聖護院とからスタートしてね、巻くのがね8月15ぐらいですね。まあでも8月終わりからね9月に入ってね巻いた方が無難っちゃ無難ですよね。ね、だいたい例年だとね、千葉でやった頃はね、次が12月から2月ですね。だいたい2回からないし3回分けて、まあ前半と後半という形でね、聖護院はねずっとね、11月ぐらいから翌年の3月まで大根って入るんですよね。なのでそうするとね、飽きちゃいますから、お客さんずっとね大根、同じ大根ばっかりだから、大根を基本的に青首が出すときね、あとお袋大根、三浦大根系、ね、とこの丸っこい聖護院とかでアクセントをつけるですよね。はい、という形ですか。はい、よし。いや、汗かいてきちゃった。汗かいてきちゃいましたよ。はい。よいしょ。どうですか、皆さんも農家さん、大根。ね、
最盛期を迎えておりますか。ね、寒くなってきてね、大根味乗ってきますよね。あ、鎌がどっかに埋もれてしまった。よくやりがちなことなんですけど、いかん、この中から見つけるのは。あったあった、よいしょ。さあ、そんなことでね、次、今日はね、聖護院と赤大根ね、よいしょ、これ運ぶのが大変で、よいしょ、はあ、よいしょ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 、はあ、もう一つの赤大根は葉っぱ切りますか。よいしょ、ね、大根の消費量って多分年々減ってると思うんですよね。大根皆さん食いませんか。結局大根系が、白菜もそうですけど、西洋野菜との絡みでね、結局何ですか、トマトケチャップで煮込めないとかね、そういう話なんだと思うんですね。なので意外と扱いが、大根、キャベツがまだね、西洋野菜として使えるっていうことがあると思うんで、ね、次赤大根いきますか。よいしょ、よいしょ。だけどこれ今日聖護院と赤大根2つ入れてどうですかね、ちょっと多いかな、ちょっと多そうね、多そうですか。お客さんがそれをどう判断するかによるわけですけど、えらいまた大小バラつきあんな。ちょっとやっぱり密食だったかね。ただまあ難しいですよね、形をね。どうしてもあの畝がね、ベッドの長さがね、短いですから、ここね、20メートルないですから、そうするとやっぱりね、収量が欲しいわけです、こっちはね。なのでこうやってね、密植にして、これ4列ですね。自分でポンポンカッターで穴開けて、株間だから実質これ20センチあるかないかぐらいですよね。なのでまあでもね、大小組み合わせればね、全然 OK ということで、今日はね、だから大根はね、ずっと青首大根でね、もうお客様がね、だいたい1ヶ月ぐらい続くとお客様飽きますので、飽きないようにこういうもので、ね、アクセントつけますね。今日は大根がだから2種類入りますよということで、先週前出したね、今度は株がだから今週お休みと、そういう話になりますね。うまいことね、その辺大根系株系でね、調整しながらね、いかんといかんわけですね。これだったら株とこの赤大根のね、レシピはもう酢漬けね、漬物系、漬物っても浅漬けで十分だと思うんですけど、それでね、十分だと思いますね。ちょっとこれ肌が汚いね。こういうのは線虫ですね、猫ぶ線虫ね。大根をね、大根って皆さん食べないですか。私大好きなんですけどね、この大根をね、いかにしてうまくね、冬作るのが最も簡単なのは大根なんですよね。だから大根をね、
大根って多分最も野菜の中で作るの簡単なわけですよね。全部直巻きですから。だからこれをね、例えば加工も含めてね、加工って大根の加工って言ったら漬物しかないですよ。でもそれ以外の何かね、スイーツとか何かに利用できればね、素晴らしいわけで、私もずっと探してたんです。昔ね、この動画で話したんですけど、大根ジュースね、人参ジュースってあるじゃないですか、キャロットジュースね、はもう今や誰でも常識ですけど、大根ジュースってできないかなと思ってね、これ大根ミキサーにかけてですよ、あの家庭用ミキサー、それでこの時点で分かる人は分かると思うんですけどね、大根ジュースにできたら、あなた蜂蜜とかレモンと入れてね、すごくね、ちょっとこう、あの大根独特のね、なんていうんですか、酸っぱさというか苦味がありますよね。あれでもってね、なんとか消せないかと思ってね、大根ミキサーにかけて、そこに蜂蜜、レモンなど入れて、タッパに入れてですよ、一晩置いて、この時点で分かると思うんですけど、もう翌朝タッパ開けた瞬間にえらいことになるわけですねまだずっと昔の話ですけど、あ、なるほどと。だからね、大根をたくさん作ってる大きな産地あるじゃないですか、そこが大根をねジュースとして、あるいはそういうね漬物以外の商品開発、まあ簡単に言うと発酵してっちゃうんですよね。ちょっとこれ傷んでるな。うん、まあそんなようなことですよね。よいしょ。だから結局もうタップ開けた瞬間に匂いがすごくてね、とてもじゃないけど無理でしたって、そういう話でございます、ね、よくあることですけどね。これだちょっとでかすぎるかな。まあでもこれ1個ね、酢漬けにして浅漬けにしてタッパー入れとけばね、家族4人5人しばらく持ちませんかね。12月になったか、あと今年も残り1ヶ月ですか。まあはっきり言ってね、よくわからないです、訳がわかりません。もう日々ねバタバタしておりますが、よいしょ、よいしょ。まあまあでもちょっとバラつきありますけどね、まあいいんじゃないですか、そこそこ。うん、あと2回3回4回、2週間ぐらいは出せそうですね。半分が聖護院でね、あと2週間だからこれでね、12月の前半がねこれで聖護院と赤大根ね、こっちが甲信大根ね、こっちが甲信大根ね、これもう出来上がってると思いますんでね。ちゅうことで以上、聖護院大根と赤大根ね収穫しておりましたと。よいしょ、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 重たい。よいしょ。人参がね、もう紫ね、イエローとパープルがね、今日から少しずつまた生えていくかなって感じですね。はい。なんかですね、今日はできるカラフルね色合いを意識しながらの出荷となるかと思います。はい、今日は聖護院大根、聖護院大根は葉っぱ付き、あ、ね、赤大根は酢漬けなのでサラダとかなので、葉っぱ切っての出荷ということになります。それではまた。